前回のあらすじ。ガシ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 と。そして物語は続いていく。これ最初からもそして。あ、クイックスタート。これがそれでしょ。あ、じゃあコンティニューか。あ、違う、これさっきのとこか。じゃあいいや。いいよ、じゃあ。あそこ行かねえもん。まだあそこ行かないから。と言っても何もねえし。脱出を試みるべきでしょ。この建物の。まず階段から登りましょう。はあ。早く登ろうぜ。ローラ？ローラがあれだっけ？心配性のローラだっけ？忘れちったよ。先生がいねえもんな。絶対あの先生があれだよね。間違いないわ。あいつがもう車で、ラスボスだあいつが。あれ、行けない？こっちが行けないの？こっちが？行けねえっぽいな。たたたたたたた。でもあれだな。あ、ああいう感じなの？あ、なんか、状態変わった。へい勘弁しろよ、マジで。これダメじゃん。もう、心臓に悪いよ、これ。もう寝れなくなるわ、もうこれ完全に。ハサミ男。変態じゃねえか、あれ。あれ、どういう状態だった、あれ。中に入ったの。気持ち悪いよ、なんとな。腹を裂いたってこと。でもあれじゃん、もう下降りなきゃダメじゃん。下降りようぜ。これどうやって下降りんの。ちょ、待って、前止まって、止まって、よし、オッケー。下行くよ。なんかこの人さ、お腹出てない？気のせい？なんか妊娠してるようななんかあれ見えんだけど、気のせいか。だ要するに、さっきのとこ開けなきゃいいんだよ。オッケーオッケー。そう、開けなきゃオッケー。そう、解決した俺は。いかになんかあれだな。ホラーな世界味わってると、なんかいかにドラクエとかなんか、もうなんつうの。素敵なものであるかっていうことがわかるよね。開かない。走って。2回やればいいか。とりあえずこっちでしょ？で、なんもないでしょ？まずこっち行きます。まあ、こっちに行かなきゃいけないんだな、結局な。さっきのとこじゃ何の意味ねえじゃん。何も意味ないのかな。何かしらあると思うけどね。大事で、そういうの常に疑いの目を持って行くのは。で、まず、あ、ここ行ったじゃん。なんでこの早くからなんかこの状態になってんの。ここがやばいんでしょ。で、ここでしょ。あ、ここね、やばいとこ。いや、もうここ行かなくていいよ。もう OKOK、 もう行かない。するしようぜ。よし、する。今日はするしよう。もういい。俺はもうこのまま行くよ。もうで、このドア開けます。 OK。 あそこはもう入るべきだね。何ここ。てか、自分のところに行かない。は？え？何？アン！アンがやられた！つうかさ！え、ローラとなんかまたあれ違えんって、何こいつ！あ、じゃあさ、行こうぜ、ここ。ここに入ろう。あー、間違えた！いる。待て、早く。いる。これあれじゃないか。どっか隠れられるんじゃないか。逃げるのかな。逃げ、早く。下。入れ。おい、いた。よしよし、オッケーよ。こいつ、え、大丈夫こいつ。ハサミ奪ってさ。ちょっとパック。何を2派だよ。探してるね。これバレんのかな、これって。バレると思う。ああ、バレたよ。死んだ。死んでるし。死んでる。生きてる。殺されない。いや、そっち、こっち。こっち待って。こっち。戦え。よし、戦え。
こっちを殴れ、とりあえず殴れ、バシ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 、ほれ、早く、あー、いいぞ、いいぞ、よかった、間違えた、倒した、くそ、早く、調べられ、よし、倒した、オッケー、あー、起き上がった、これどうすればいいの、こいつ、起き上がってる隙のあれか、起き上がって寝てる隙のやつか、あれか、よし、これ、部屋暗くなってる。暗闇の部屋、ダークルーム。これダメ？やばい、早くしないと。巻いたかな？巻いてないよね、多分ね。あ、なんか、おかしくなってる。こっち行こう。待った。なに、ここ。あれ、こんなとこあったっけ？え、これ大丈夫かな？なにこれ。調べようぜ。深いケースが入っている。今のクゼスを殴って、じゃああいつに殴ってもらう。ドガーンとバーゴーンってやってくれ、私のために。わかったよ、もう行けばいいんでしょ、これ多分いるよ、戻ったら。よし、はい、こっち。教訓も不安だよね。これどうすればいいの、シャワー室に行けばいいのか。てかもういないかな、もう。え、ずっとあいつに割れんの、もしかしてこれから。あ、おっぶねえ、危ないにも程があるっすよ。あいつがいねえし、案がいねえし、開かねえのか。なんで落ちてきた。俺ちょっと調べたいのが、まあ今ちょっとこの上ちょっとなんか怪しくなってきたからちょっと調べたいのと、あれで、あー、やばい、来てる、やばい、早く上がって、やばい、来てるよあいつ。ほら、やばい、あいつ視界に入った、やばい、これで落とせばよかったんじゃないか。いや、もうあれでさ、これさ、やばくね、やばくね。え、なんか来てるの、これ、来てる、こっち、とりあえずこっち行こう。よし、待って、走っていけなかった。よ、来いよ、じゃあ。いいよ、お前、デュオを取り潰してくから、お前のこと。ほら、早く上がってこい、この野郎。ほら、早く。叩き潰してくから。これ完全に見えてるよね。これ上がってくんのかな。タックルで、あいつ殴ってやるから。来るか。まだ来ないか。来ねえな。これ階段のすれ違ったら面白いのに、なんか。こんちゃーす、みたいな感じ。すれ違うことできない。これ下にいるんでしょ、だって。いついなくなんだよ、こいつ。音が近いよな。いや、右にいるよね、多分ね。これどうすればいい？ラチ上がねえな。いや、こっち行くか。これ絶対音でさ、外でわかるよね。走るべきじゃないな。そのためのなんかあんのかね。これ走るの止めたいんだけど。危ねえ。なんかちょっと足を、え、ちょっと待って。一回止まって。なんか近い。ちょっと待って。来てる。いる。多分いるよ。あ、いねえ。いなかった。あ、もう行くよじゃ。もう行くしかないもん。で、来ないもん。ちょっと待ってな。これすげえなんかあれだな。やりにくいな。こっち。それでこっち。私はこっち、あなたもこっち。もう行けばいいんでしょ、もう。ほら。いるし。おやほう。お前もそれ待ち伏せしてた。ずっと俺だもんね。いいよ。ほら。はい、こいで。ずっと待ち伏せしてたの。これずっとこいつこうやってたの。よと、横にほら。あいつが向こう行った隙に。よし、あいつが向こうに、向こう行って、向こうだって。よし、走って。はい、殴って。よし。OK。早く。こっち。いや、なんかおかしいって。いや、おかしいって。ごちょ。俺なんかと、なんだって。もうとどめさせちゃえ、もう。なんかやってるし。え、これで倒したんじゃない、こいつのこと。いや、これ多分、これ倒せたよ、きっと。ん？あれ？音楽なくなった。ちょっと待って、歩くの、ちゃんとなら操作を。三角ってかあるか。X か。X で止めると。で、
Y で歩く。Y 三角。Y X。あの男は何人いるの一体。ここ入ってないっけ。あー、行き過ぎ行き過ぎ。もういいやじゃない。ここでしょ、怪しいの。ここだって。ちょっと待って、もう。もう多分おらんでしょ。これいたら面白いよね。あ、なんか普通のあれになってる。どうしてもダメでしょ。第二の被害者。これなんかあるでしょ、多分。ここでも隠れ場所なんじゃないのかな。ならないかな。開けてー。スパッと。え、嘘。え？さっきと話は違うの。したくないわ。別にしたくないわ。ああ、どうも すいませんでした。え、ちょっと待って。え、さっきと展開が違う。行く場所によってあれか。何このなんか処刑のあれみたいな。電気椅子みたいな。おーい、もう勘弁してくれよ、もう。これ何これ。何こ、おい。なんだよ、これは、もう。あいつ死んだのかな。壊れている。いいよ、こっち行こうぜ、こっち。こっち行くぞ、今度は。こっちってあれだっけ。あ、いいんじゃねえの、もしかして。あれ、いない。あ、鳴ってるね、なんか。てか、なんか部屋の感じ違くね。この、あれ、これスタート地点じゃないのか。別の部屋なのかな、ここって。何もいませんように。走って一気に行った方がいいね、もう。走っていこうぜ、もう。怖いから。なんかドアが二つある。じゃあ、こっちから行くぜ。ほい。広いな、ここな。これ、まあ、どうせ出てくるんでしょ、またなんか。またさっきと違う感じだな。これ、突然出てくるのやめてほしいよね。恐ろしいから。今日から、今度は昼間からやりてえな。無理だけど。何かね、扉がつっかえている。死体じゃないの。それか、奴がいるか。メアリー先生。今なんか調べる。あ、調べられる、調べられる。こっちおいで。鍵かかっている。あ、じゃあそっち扉があるのか。じゃあこれこれ。ふぅ。屋敷の中には中庭が出れんのかね。右側行けないってこと？ちょ、もう一回見るか。一応あれだね。まあ、一応見た方がいいでしょ。ダメか。あ、行けないんだね、こっから先は。恐ろしいわ。じゃあ次、この左の扉で行けってこと？うい。行きますわよ。こっちですわよ。ジェニファーだっけ？ジェニファーか。こっち行っちゃった。手前の方行きたかったね。手前ってか奥の方行きたかったの俺は。またわけあかんねえあれだな、こっち。一旦戻ろう。俺はまた、俺はちょっとこっちから行きたい。こっちの方がなんか、あの、オウムを解放しとけばよかったんじゃねえか。オウムそういえばやってねえよな。開かない？開かねえのか。マジか。あれ、ベッドの下に隠れても何もなかったよね。何もなかったっていうか、なんか結局見つかったしな。あれ、よく知らなかったね。さっき部屋にあるの怖いよね。まあでも特になんもないと。金庫かあれは。何も実験室みたいな。音響きすぎじゃね？これは何？ノックされたみたいだね。てかノックされたら怖いやな。
光るものがある。何？死んでいく。マジでさ、びっくり。あ、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた。蜂？これやばくね？ゴキブリか。ああ。すーげえ。ガサ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 って。カレンダー。てかなんか、音楽がまた不穏なんだけど。ハムが一つ入っている。ハムを手に入れた。何使うのこれ。ん？あ。え、これなんか使えんのこれ。あ、え、なんかひっくり返ってる。大丈夫？ハム食べようぜ。ハム食べよう。ハムあげよう。大丈夫か？精神状態がやばいのか。あー、もう鬱陶しい。なんかすげえついてきてる。相当嫌な、嫌な、まあいい、嫌だな、これ。もうついてこないでね。お、音消えた。勘弁してほしいわ。もう何も来ないでね。もう何も来なくていいよ、もうこれから先。俺、平和に。おー、なんかちょっとあれだな。いや、こういうところこそ怖いよね、なんかね。何があるかわかんないから。ちょっとなんか牛でもいてくれればちょっとなんか牛とか鶏がいてくれれば気が紛れるんだけど、これ何、この拷問器具みたいな、なんかこれなんだよこれ。どうせなんかいいんでしょここは。あ、車があんじゃん。これ出すときんじゃね、もしかして。何これ。入っちゃダメじゃね。え、入っちゃったよ。エンジンが刺さってない。あ、じゃこれエンジンキーを見つければいいってことか。エンジン機見つければ、ここからバッコーンってやれば、あれね、バッションってなわけね。これ、ズバッバーンみたいな感じでつってやればいいってことか。なんもなし。ハムってどこで使うの一体。オウム投げればいいの。あー、間違えた。あー、ちょっと待って、こうで。ここなら調べられるね。これ何？鍵置いてある。車のキー。嘘？早くね？そんなもんなの？もう絶対じゃあこれはもう間違いなくもう完全にダメってことだね。外れって思ったな。これどうせ後ろなんか乗っかってんじゃないの。エンジンが刺さってね、今刺してくれ。おい、これ先にこうするってことか。ほいほいほい、これで OK？ 逃げられるかも。これバッドエンドじゃね。他のみんなはこれなんか選択肢が出てくるのかな。マジで？これでもう一回やったらどうなの。いやもうこれ死んでるでしょ他の人たち。どうしよう。あ、迷ってる迷ってる迷ってる。これさ、何回もやったらできんじゃないの。あー、待って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 、いまいちまだわかんねえな操作が。あ、行った、やばい、行っちゃったこれ。マジで行っちゃった。え、これ絶対これバッドエンドだろこれ。絶対これバッドエンドだ。終わってしまった。終わっちゃったよねこれ。何これ。え、これ、え、順番があんのかな、もしかして。行く順番みたいな、なんか間違えるとなんか、バッドエンドみたいな。さっきだって人、上から降ってきたもんな。え、これは絶対もう間違いないでしょ。これ絶対なんかあるでしょ、この後。100%。え、だから、ハサミ男だけなのかな。ジェニファー。登場人物ってあいつだけなのか。メアリー先生もいないしね。ダーン・ボビー、メアリー、フレンズ、完全にあれだよね。完全にバッドエンドだよね。動画前でもあれどうすればよかったんだろう。ハム、
ハムどこで使えばいいんだ。あの男投げればいいのか。なわけねえな。オウム投げればいいのかな。オウムあれ謎だよね。オウム絶対なんかあったでしょ、あれ。絶対まだ全然探索足りてないよな。絶対まだ投げ下だったと思うけどね。これ急にさ、わーって出てこないね。これそれだけはちょっと怖いからなんか。車で出したけど。どうなんだろう、これ。俺だったらどうするかな。でも俺でも逃げちゃうかもしんないね。まあ、友達、どうなんだろうな。生きてるかもっていう可能性かけて。でも。ハサミ男。俺も簡単にひっくりましたからな。どうなんだろうね。他になんか出てくるのかな。ボスっていうかなんか。いや、あれだけじゃないでしょ。多分もっといるでしょ、多分なんか。アナザークリーチャーみたいなのが。そう、なんかヒント得られるのかな、これ。終わった後に。不穏すぎるもんね。マジ不穏だよ、もう。この後なんかあるし、絶対なんかあるでしょ。なんかあるでしょ。勘弁してくれ。何も来ないで、何も来ないで。何も言わないで。頼む。あー、やめる。うわ、なんか絶対これもう、いやー、大変。もうマジほんと勘弁してくれ。あれ？なんだよこれ一体。エンディングリスト。エンディングこんなにあんの？エンディングありすぎじゃね？マジで。